はい、どうも皆さん、こんにちは、みざです。本日はですね、新キャラクター、シェロカルテのトライアルキャラクターの更新の方されておりましたので、そちらの方を見ていきたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。ということで、今回のシェロカルテ、風属性の新キャラが出てんだけど、得意武器、種族とかが不明、ここら辺はバレちゃうからね、攻撃タイプらしいです。攻撃タイプで、扇効果が風属性追撃効果。風属性追撃効果。これはアイルを彷彿とさせますよね。1.5 倍だったら激アツですけれども、どうなのかっていうところと、アビリティに関して言うのであれば、敵に風ダメ、アビダメアップ、累積。なるほど。使用間隔5ターン。で、ニアビが敵全体に風ダメ、防御ダウン、累積、ダブルアタック確率ダウン。で、使用間隔が5ターン。ほう。これ強くない？5ターンの累積か。で、阿部さんが味方全体の連撃アップ、風属性追撃効果、使用間隔7ターン、効果3ターン。サポ阿部が土属性の敵に対して4ダメアップ。これさ、土属性の敵に対して4ダメージアップってことは、風も天使いらなくない？天使武器。風属性のさ、土の敵に対してよだめアップ系って、ちょっと知らない人に説明すると、土属性の敵に対してよだめーじアップっていうのは、天使武器と重複するんですよ。重複しないんですよ。だから、土属性の敵に対してよだめーじアップ効果を持っているやつは、天使武器が腐ってるんですよね。で、10点集とかも、この土属性の敵に対してよダメージアップっていうのを持ってるやつ多いから、シエテも持ってたよね。ニオはわかんないけど、シエテも持ってたし、って考えると、天使武器を抜いた方がいいケースっていうのが出てくるかもしれませんね。サポアビ2が追撃効果が付与されている場合、扇ダメージアップ、扇ダメージの上限がアップ。これなんかすごい強い気がするな。ちょっと実際に使ってみましょうか。これ水着像入れようか。アビダメ減衰見たいから。アビダメの減衰を見るために、水着像衣を入れさせていただきます。はい。よいしょ。じゃあ、行ってみましょう。で、これで、トライアルバトルの、いきます。どんな感じなんだろうね。アビダメの減衰値はちょっと気になるところだけど、まず。さあ、アビダメの減衰、これちょっと棒デバフ忘れてきちゃったんでポンコツだけどどんなになるかわかんないけど、ちょっと使ってみましょうか。はい、40万。防御外れる。これ成功率が、もしかしたら、100ではないんだろうな。100ではない、多少低いね。75万。強いですね。割とアビダメ的には高い感じ。アビリティダメージアップ累積で、ここでこれですよね。問題は風属性味方全体の連撃アップ&風属性追撃効果ということで、ただでもこれニオと被るか。この DATA アップってちょっとやってみましょう。1ですね。1倍、1.1 倍 1.1 倍か。1.1 倍連撃率はでも4020ぐらいかなこれ確か連撃装備ほぼほぼつけてないんで、多分そんぐらいじゃないかな。じゃあ試しに次奥義使ってみましょうか。奥義の累積攻撃アップはいくつなのか。1.1 か。どうなんだろうな。さて、風属性追撃が入る。ここが問題だよね。ここが問題。はい、さあ、風属性の追撃の効果が何ターンか。効果が4ターン。4ターンですって。これ視点陣ですね、連撃率は。4ターンか。アイルは5ターンです。アイルは5ターンで、こっちは4ターン。4ターンで奥義するのはそう難しいことではないですけれども、多少の連撃装備、せめてオメガウェポンぐらいは、ないといけない感じですよね。オメガウェポンぐらいはないといけないけど、4ターンというのは9大点といったところでしょうが。じゃあ追撃のダメージ量はいくつなのか。1.2 ですか。つまり重複するっていうことですね。3アビと重複して連撃を出せる。合計 1.3 倍が出せるわけですよ。でチェイサーと重複するから、チェイサー、これで風属性追撃も入れると3つの追撃ダメージが、そうですね、こういう風に3つの追撃ダメージが出るっていうまあ、追撃特化型キャラクターみたいですね。じゃあ終了していきましょうか。まあ、総評としては弱くないですよね。間違いなく弱くないんだけど、どうなんだろう。ニオの1アビ2アビニオの2アビかと、連撃率アップは重複すんのかな。どうなんだろう。重複しなさそうだよね。あれ両面枠でも、あれ DA 率アップから連撃率アップに変わるんだよね。あれ両面枠に進化するのかな、によって最終にすると、まあ、そこら辺ちょっと疎いのでわからないんですけれどもまあそこら辺がどうなのかっていうのがまあ課題と、あとは得意武器だよね。得意武器がどうなのか、うん、まあ得意武器がどうなのかにもよるけど、まあみんな大好きエターナルラブと相性はすごいいいですよね。うん、単純に、まあ、通常攻撃のダメージ量が高まってる状態っていう風になってくると、こういう追撃持ちキャラクターっていうのが刺さってくることを考えると、まあシェロカルテに関しては今のねこの新キャラの風のキャラクターに関してはすごい未来があるキャラクターなんじゃないかなという風に思った次第でございます。サポーターアビリティに関してもね、まあ、ここら辺はどうなるのかはちょっと実際に出て実際に使って、まあ、強い人が使わないと僕みたいなやつが使ってもちょっとこう実感湧かないかもしれないんだけど、サポアビ1の土属性の敵に対し4ダメージアップっていうのも、まあ、もしかしたら、天使を抜いたりとかそういう追い風になってくるのかもなーなんていうふうに思いましたというお話でした。皆さんの参考になれば幸いでございます。それじゃまたお会いしましょう。